皆さんどうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。面白そうなゲームを発見してしまいました。花ちゃんです。シルコです。ミントスです。チョイチです。リモネ先生です。今日は面白そうなゲームフェイン、こちらをプレイしていきたいと思います。なんか見覚えが、もうやったんじゃないのこれ。いっぱいやっぱりね、ちょっと足りないと思って、この5人でやるフェインがやっぱり忘れられなくてどんな戦いになるのか。なるんですかね。楽しみですね。なるほど。それね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい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 。はい、ドクター引きました。はい、ドクターです。ドクター、守ってほしい人。守ってほしい人。え、あと誰、ドクター。ドクター、シルコさんとハナちゃん。あー、これシルコさん完全にインポスターだわ。バカドクターかもしんないし。いや、俺バカドクターとかじゃなくて新ドクターだから。守ってほしい人は。なんで？え？なんで？なんでって、いやだってドクターって出てるの。わかんないじゃん、だって。それはそうかもしれないけど、でこういう時のそうこういう時の俺は、こういう時の俺はドクターなのよ。こういう時の俺はドクターなのよ。だいたい臭さ、臭さがすごいのよ。臭さがすごくといえば翔一も臭いけどな。確かに喋んねえなお前。守ってほしいかといえば守ってほしい。俺とハナちゃんがバカとドクターだとしたら、あと村人は一人だから、うん、確かに。翔一村人。僕村人です。翔一何？ちなみに僕、いやちょっとこれは言いたくないです。村人俺です。え、僕職業言った方がいいですか？はい。自分の職業言えない人怪しいよ ね、 でもね。じゃあトラッパーです。あ、じゃあ僕言いましょうか。トラッカーです。トラッカーとトラッパー。おい、私はトラッカーです。隠せてきただろうお前。いや、これが本当にちょっと似たような名前で頭に浮かんだトラッカー言ったろ。オッケーオッケー。じゃあ守ってほ、じゃあ俺翔一守りに行くね。翔一を守る。俺は先生じゃん、守るよ。オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ俺も先生守りに行くわ。ん？じゃあ俺ミンちゃん守り行くね。なんか臭くねえか、下のやつ。宣言されてない、これ命を。臭くねえか。臭くない。いや、怖い、なんか。臭くねえか。待って。でもこれじゃあ、翔一さん第三勢力ってことだよね。そうだね。ああ、翔一は第三勢力。全然違う。ああ、そういう感じになっちゃうんだ。なるほどね。よし、行くぞ。何も言わないじゃん。よし、スキップ、スキップ。ってことは、翔一さんは狙われないかもね、インポスターに。ああ、確かに。味方だもんね。てか、俺のことも守ってほしいな、ドクターだから。あ、いや、とりあえずハナちゃんにトラッカーします。オッケー。臭すぎる。臭すぎる。臭すぎる。まあ臭すぎる。ドリアン3個分ぐらい臭い。かなりいつも通りだと思うけどな。ドリアン3個分ぐらい臭い。かなりいつも通りだけどな。いつも通りの臭さだよね。いや、逆に俺が臭いときは臭くないっていうことを分かってほしい。え？あれ？なんだ？なんだ？なんだ？まさか？なんだ？まさか？嘘だろ？嘘だろ？そんなことあるか？さすがに？うん？なんか聞こえたな。いや、まあ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 、でもでもでも。でも俺と花ちゃんね、多分。ああ、ほら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 。はい、ですね。はいはい。これあれなんですよ。僕がトラッパーなんですよ。トラッパー。トラッパー。お前がトラッパー。はい。ちなみに私、今トラップ踏みました、普通に。俺、はなちゃんちにトラップ仕掛けたんだよね。ええ、普通に食れました、今。俺の家にトラップ仕掛けても俺は踏めないよ、それ。あ、そうなんだ。ミトさん、はなちゃん、そう。え、俺は、はなちゃんち、そうそうそう、食らってくれた。じゃあこれ、はなちゃん、やっぱ。俺は今、ミンちゃんのことを守りに行って失敗してます。え、人来ました？ミントさんの家に。いや、本当に来ていない。はいはい、あれ、じゃあ入れ違いの可能性があるよ。じゃあおかしいっす。ごめんごめん。俺ちなみに先生のとこ守りに行って失敗します。じゃあバカの可能性が出てきた。やばいってその。やばいよそれは。まずいよ。ああ、やばい。やばい。天才だこいつ。誰が死ぬんだわ。誰が死ぬんだわ。もう残りだって民兵さんでしょきっと。じゃあどれで、インポスター。いや俺トラッカーっすよ。え、トラッカーのインポスターじゃないんだから。いやいやいや違いますよ。あーなあーやばいぞこれ。うわまずいですこれ。これは行きましたね。これまずいです。あ、さあどうなった。あ、あれ、おはようございます。うずです。え、ちなみに僕は今日ですね、
トラッカーなんですけど、はい、翔一さんとこに巻きに行ったんですよね。翔一さんが白子さんとこ行ってましたね、うん、これは先生ミントさんです。これは僕はバカです。いやでもバカのふりして噛むことできますかね、うん、普通に。ね、これ、まあ、一応僕あの先生の家にトラップ仕掛けたんですけど何も起こんなかったです。ミントさんが多分俺はシールコさんの家にトラップ仕掛けて誰か踏んでたよ。ちなみにつまり行ったっつって行ってないっていう、なぜか僕は正直普通に言いますよ。明らかに怪しいですから。先生これどう信じてくれ。先生いやこれはバカなんだよ。二人ともくせえな。もっとなんかないの、正当性主張してよ。ミントスさんはなんか自分のことをトラッカーって言ってんだよ。バカ一人いるはずなのに。で僕はバカって言ってんの。ミントスさんは一言もバカって言ってない、自分のこと。まあ確かに確かに、うん、バカはまだいるもんね。バカはまだいるから、ね、そう、うん、自分のことバカって言ってないから。下ゴーストだもんね、だってね。そうそうそう、もしかしたらバカと思ってるバカかもしれない。はい、ナイス。無理だこれ、バカがいると。あ、自分のことバカって言っとけばよかったのにな。来たー、来たー、勝てちゃったんだよな。やられたわ今。いやバカって言ってなかったもん、自分の。シルコさん神に行ったってこと？そう、神行った。ああ、よかったね。神行ったか。で、ハナちゃんだったら多分先生神でやるんだろうなとかな、じゃあ俺こっちやろうと思って言って計算。みんなまんまと投票してくれてありがとうね。いやだね。やられたね。52個分の臭さだった。じゃあラストで。はい、ラスト行きましょう。はい、オッケーです。はい。いや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 。なるほどね。なるほどね。なるほどね。はい、はい、トラッカーです。ゆりこさん、俺もトラッカーですよ。僕は今日釣られる角度でドクターです。ちょいちドクター？うん。はっはー、私もドクターですよね。はっはーん。てか、もうミントさんとハナちゃんじゃないのこれ。まんまと尻尾出したな。おかしいからね。はい、聞いてください、皆さん。聞いてください。まあ、どっちかだよね、じゃあね。聞いてください、皆さん。聞いてください。なんでそんなこと言うの？私が。真のドクターです。いやもういい。いや俺こそがドクターって自分のことドクターでしか言わない。違います、違います。これはまあ翔一はまあ100歩譲って真ドクターかバカドクターの二択で、みんちゃんはのっかりドクター、これはもう間違いないね。で俺はもうこれはどちらかというと俺と先生が真のトラッカーとバカで、まあ、バカだよね。そうだね。はなちゃんとみんべさんはその様子を見て、うん、なんてバカ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 。しるこさん、しるこさん、しるこさん、それはマジでやめた方がいい。ちょっと待って待って待って。あとは どっちがインポスターと第三なのか、待った、ゴーストなのかぐらい、ま、先生先生先生騙されるね。これ今しるこさんの誘導に乗ってるぞ。完全にしるこさん言っていいよこれ。臭いよ、臭いよこいつ。いやいやいや、よくないよくないよくない。俺は仮にだよ、第三勢力かインポスターでドクター語りをするなら開幕行ってますから。確かに。分かった分かった。シルコさんと先生が今回俺について。何どういうこと。能力使って俺に証明してみせるから。いやでも誰かを、まあまあまあ、じゃあ先生のこと守りに行こうか。まあまだ今回互いに守ればいいんじゃないの、翔一と。いやだよ、翔一はだって俺から見たらさドクターじゃないもん。そうだよね、だってドクターになってるもんね、お互いね。そう、まあまあね、まあ確かに確かに。俺から見てもそうだよ、だからでしょ、翔一さんが一番怪しいから。おう、だから翔一さん一人やるべきやと思うんだわ。なんかいや、もう乗っかってきてるじゃん、ほら、乗っかりドクターじゃん、そこ。そう、ミンちゃんはこれ乗っかりドクターだよ。これもしゴースト、ミントス、ミントスゴーストの可能性あるよ。ミントスゴーストの可能性あるよ。全部乗っかるじゃん、完全に。全然やってください、皆さん。何言ってるんですか。人のやつに乗っかることしかしない。やめてください、何言ってるんですか。守るから、守るから。誰か僕を守って、やられちゃう誰か。絶対しい、守って。これでゴーストだったらな、ミントスさんも匂わせる。そうなんだね、ゴースト、ね、でもゴースト一緒に勝つからしょうがないんじゃない。まあまあまあ、確かに確かに、一生勝ちだったらまだいいよね。うん、先にインポスターさえ連れとけば。そうだね、インポスター先にしばきたいよな。よくないと思う、そういうの。いや、よくない。やめてあれ、何今の。なんだ今の。今の感じが。なんで、あれ今の感じが。なんか静かだったな。え、英語やった。なんだ。
なんかめちゃくちゃなってんねえ、なんだ何やってんだ、なんだ、何やってんだ、やばいってそれは、なんだ、なんだ、どうやってんの、めちゃくちゃ、ね、何やってんの、めちゃくちゃ面白いじゃん人が、俺よし、ナイスナイスナイス、おー、ガッサー先生来た来た来た、なんだ、ちょっと待ってよ、シルコさん、シルコさん、今日の夜の状況を説明して、ですね、一応まずトラッカーの能力的には、はい、リンメイさんが我が家に来ました、はい、はい、昨日、昨夜我が家を訪れた人が3人います。3人、じゃあ僕以外全員が言ってることになりますね、なるほど、で、はい、1人目、はい、殺害されました、はい、殺害された、はい、そして2人目、はい、殺害されて能力を奪われました、シーフだシーフ、あー、そして3人目生き返らせてくれました、はい、それ僕です、それ僕です、いや僕です、僕です、6人出てます、違います、ハナちゃんは俺のこと守るって言ってた、いやって言ったら誰も殺害しに来ないでしょ、先生のところに、だから俺はあえてシルコさんを張ってたの、これはちょっともう怪しい、分かったんじゃない、いやちょっと待って待って待って、これは先生の方に、いや先生はちなみに能力使ったの、あのね俺は多分バカです、これほう、これ俺は花ちゃんに使ったんだけどミントさん家に行ってることになってるから、なるほどね、うん、じゃあ先生はバカね、で、はい、俺はだから新ドクターなの、俺新ドクターなの、いやマジでマジで、いやこれだからミンちゃんと小一で決定決定決定、いやこれだって待って、3人のうちね、うん、ドクター名乗ってる3人のうち2人は俺のこと殺してるからね、そうでしょ、とんでもないよ、そうでしょ、だからシーフとシーフとインポスターなの、はい、いやこのこの、僕あのシーフなんでインポスター下です、下のバカ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 、やめてくれ、待って待って待って、それはやめて、ちょっとこれシーフはシーフはね、能力を奪うと、村人側になるのよ、シーフ先にやったんだ、私も村人です、そうなんだ、あ、じゃあそう、ち、やめた方がいい、じゃあ4人村人になってんだよ、いや俺はシルコさんを守ってるの、俺絶対だからダメだったら、うん、だから、うん、あの正一だね、殺せばいいんでしょ、あ、じゃあ花ちゃんは絶対昨夜俺のこと殺してない、いや絶対に守ってる、守ってるじゃなくて、俺をガッツポーズしてるから、いや娘に近いの、娘に近える、娘二人に近い、俺のこと殺してない、娘にも、え、妻にも、もうすべ全人類に誓える、ハドさんの地位だよな、なんか歯切れ悪いな、誓って殺してないね、全人類に誓って殺してないです、なんか誓って殺してないです、顔が欲しかったぞ、でももう俺に3票入ってるからもう終わりだよ、まあ終わりだね、まあ、ね、この後とか小一、まあまあこの後ね、この後小一をね、やってくれれば、まあでも多分これ終わりで終わりですけどね、本当に？何？もうなんでこんな臭いの？臭いんだよ。やだ。臭すぎる。やだよアラちゃん。それは逆にうまいよ。それは逆にうまいんだよもう。やばいって。なんだと？なんなんだよ。そんなこと起こるんかい？そんなことえ？どういうことなのじゃあこれ、やばいかこれ、もしかしてなんか大変なことになってるこれ、何か、でも大変なことになってるよ、大変なことになってるよな、でも次のターンがまだあるから、シルコさん本当に村人なん、うん、おー3回目だよ、4回目意味がわからないよ、どうなってんだよこれ、どうなってんのよこれ、なんでそんなに、シルコさん死んでるわ、なにこれ先生小一さんですよこれは完全にわからない、おやってますもんこれ完全に、入れましょうもんこんなのパッパッと、まあまあ小一だよな、わからない、でも今確定ですよこんなの、死んだ役職わからないってました先生、うん、いやでもさお前でもドクターじゃないじゃん、おお、だって助けてないよね、まあ、ドクターって言ったよな、はい、アウト、これシリアルキラー、あーそっか、うん、お前ドクターじゃないよな、まあそうですね、おいクリーナーだねそれはもう無理だろ、まあそうですね、あ取るわけねえよな、うん、いや勝ちましたねみんなの力で来たねみんなナイス来たのかな、
完全にイレギュラーだったな。それのおかげで勝ったな。勝ったね。いや、花ちゃん、ドリアン920個分の草があるんだもん。いやこれ信じてほしかったな。俺マジファインプレーだったのに。旅に臭いんだもん。マジでファインプレーだったね。だから先生守りに行くって言って、ね、シルコさんをこの、うん、いや全然そうなんだよね、守るという、うん、花から俺が臭いって思い込んでるだけだから。いやそれもあるね。すごい濃かったなこの2日の夜。すごかったよね、情熱が濃厚すぎた。まだまだ楽しめそうだねこのゲーム。そうですね。いや楽しい。今回はこんなところで、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。